ようこそカゴメナス工場へ。工場内の流れはこんな感じ。この部分はトマトは夏、人参は冬と取れる時期だけ動いています。じゃあ夏と冬以外はお休みしているの？あれれ、でも商品はいつでもお店で買えるよね。そう、野菜の取れる時期は決まっていますが、その野菜の美味しさを一年中楽しめる秘密があるんです。秘密なの？教えて、みんなも知りたいよね。カゴメでは野菜の旬と栄養価の高い時期が重なっていることが多いことから、野菜の旬にとってもこだわっています。夏はトマト、冬は人参を、北は北海道、南は九州からたくさん仕入れてきて、ここ那須工場に届けてもらっています。届いた野菜はカゴメこだわりの技術を使って加工をしています。出来上がった飲料は缶、ペットボトル、紙パックの3種類の容器に詰めていきます。中身が同じ量かどうか、賞味期限がきちんと印字されているか、いろんな検査をしたら箱詰め。あとはみんなの元へ運ぶためのトラックが来るのを待つだけ。